あかん。皆さんおはようございます。旅行戦略家鳥人間です。はい、ということで昨日いよいよ埼玉に入ったんですけど、埼玉ってなんか文字っていう話を聞いたのでめちゃめちゃ暑いと聞いたんですけど、鳥人間今日はあの秩父っていうところに行ってみたいと思います。そこにお金持ちになれる神社があるんだって。お金持ちになれば私も引退や。またあ、근데여기진짜너무나가기싫다지금 아, 여기로가자일단とりあえず駅に行かないといけないので、음은요정도는네괜찮습니다。햇빛이없는곳은아뭐바람도부네。아어디가볼까。어여기서아스이사이타마대문이라샤이마스네。サラリーマン様たちがそれでは鳥人間の日傘出動。Oh my god。 おー、けってご。大丈夫ですか、日傘なしで。これありなしではもうだいぶ違うのに、もう慣れてきたのかな。めちゃくちゃ暑いんで、おばちゃんごめんなさい。おー、ってご、もう足が熱いよ。あ、てか、あ、繋がった繋がった。ざーん、埼玉や大宮駅に来たで。あ、埼玉や。あ、涼しい。秩父まではどうやって行こうか、とりあえず中に入ってもう一度調べてみよう。そういえばこの大宮駅って昨日ちょっとざっくり回ってみたんですけど、はい、買い物でめちゃくちゃ広くて人多いんですよ。ここが埼玉市、ここが埼玉市の最大都市なんだって。はい、それで私はそのわらじかつ丼っていうものを、はい、食べたくて西武秩父っていう駅まで行かないといけないんですけど、お、だんだん標準語になってきたで。はい、で、뭐야이거왜이렇게복잡해。川越まで行ったらなんとかなるやろ。川越線快速でどこで乗ればええの。川越線快速ちょんが、川越線快速各駅停車やんけ。快速ってどこで乗るん。12時31分、聞くのが早いよね。すいません、あの川越線快速ってどこで乗りますか。どちらの駅に向かいますか。西武秩父まで行くんですけど、川越で乗り越えとなっていて、はい、31番線です、はい、あ、ありがとうございます。これか、あ、よぎっそんね。なに、また逆歩いてた。ちょっとこれが紛らわしいよね。梅子には梅田の娘、梅田の娘、梅子。私梅田のことまだ忘れてないからね。私には梅田しかないけど、私には梅田しかないけど、最近東京も好きになっちゃってごめんね。この同じホームの乗り換えってどういう意味？閉じめてください。
とりあえず降りて。뭐야다시타잖아잠깐만これはカエルや新木場に川越線ってどこで乗るの。미치겠다이거어디서타는거야同じホームって書いてあったで。でもあこれや降れちゃうか。이거맞나すいません、これ川越線で合ってますか。あ、ありがとうございます。ここで、もち西武池袋秩父線っていうのに乗らなきゃいけないんですけど、それからが始まりや。それ乗って49分行くで。いこまんな、西武線で合ってる。お、西武秩父。なんで誰もおらんの。なんか最近私が行くところってほぼ人がいないところが多いんじゃないですか。気のせいかな。반대편은많은데이쪽은아무도없네반노메시오사베르노력東반노東で메시오사베르노력コマ高いレベルの綺麗さ。横瀬に行くぜ。これからまずご飯だね。ご飯食べたい。わらじカツ丼っていうのがはい有名らしくて。わあ今死んじゃって思った。ここからどうやって行くんや。この安田や日野田っていうところまで行きたいんですけど、タクシーで行くか。でも近すぎると迷惑やしな。え、몰라。バトル열리는건가。あ、すみません。すみません。ありがとうございます。安田や日野田っていうところまで行きたいんですけど。こっちにあったわらじカツ丼。コロで食べるときこれ使って大丈夫？今さら。子供とかに。ごちそうさまでした。これから聖神社っていうところに行きたいんですけど、そこにお金の神様がいらっしゃるんだって。ここまで行くにはお花畑っていう駅まで歩いて、そこから秩父電鉄。これはね、道迷ったらもうあかんから、もう本当に集中して歩くで。お、ちょっと待って。あー寒い寒い寒い。여기를걸으라고。しかしここ本当に誰もおらんね。なんでいつも私はこんな誰もおらん道を歩くんやろう。잠깐만、このまま行って本当に出るの駅が。じゃあどっち갈까。いい아이가여기갈거란말이지。
ほら、お花畑駅。出汁の缶ってすごいやろ。これがまさに旅行戦略家ですよ。あれに乗らんといけないけど、4時28分の発車。今は3時50分。ちょっと、そんなはずがない。で、まさかその聖神社がさ、何時までなん？聖神社。4時半まで。あかん。からここに来た以上、鳥人間の情報によると埼玉市限定で展開している焼き鳥屋さんがあるんやって。そこに行って軽く飲んで帰ろうか。広がやでち、ここ歩いて左、あったんやー、かしらやここはなんか自分でストップ言うまでにずっとこう焼き鳥を出してくれるんだって。なんかね、アニメ見たことあるよ。すごいなぁ。やっぱりお金持ちになるより日本で飲む生ビールの方が最高やー。